滝町立ふるさと交流館は、三重県滝郡滝町にある公共施設。大家にある滝町立ふるさと交流館滝と朝柄に、ある滝町立ふるさと交流館制和からなり、それぞれ滝町立図書館を併設する。ふるさと交流館滝周辺には、滝町役場、滝クリスタルタウン、典型公園などがある。公共図書館と、郷土資料館を併設した施設である。 1997年7月に当時の清和村により、ふるさと交流館として開館し、三世代交流拠点、ゆとり農家の中核施設となっている。本と出会い、人と語り、心を結ぶ場を目指して開館。実際に、清和図書館の読み聞かせボランティア団体が活動していく、清和図書館から未来を考える会が発足させ、図書館を書くとして、 生き方を考えるイベントを開いている。2011年度子供の読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けた。館内はゆったりとした設計で壁面はガラスになっている。AV と幼児コーナーを置く。笹ゆりを張り箱というボランティア団体が布製絵本を制作し、布製絵本のコーナーは幅広い世代から注目を集めている。開館以来、 林千里が師匠として各種行事や講演会を開催し、学校図書館の重要性を訴え、充実を図ってきた。これまでに、書家の間に布団を敷いて眠る、お泊まり、会、地元コーヒー豆専門店から仕入れた豆で入れた、コーヒー、パンの販売などを行う、ホントカフェ、ニューの触れ合いの森に、清和図書館や少女漫画館たき1735が出張して貸し出す。 ブックピクニックなどを開催している。開館当時の蔵書量は5万冊を想定していたが、2015年、現在の蔵書数は8万4663冊で、滝図書館よりも多い。2014年度の貸し出し冊数は9万5443冊で、ある。2006年に、旧滝町と合併して、新滝町となって、以来、常勤の管理職が廃止された。 2015年現在の職員は4人で全員が、死書資格を持つ。おまめさんかなあ滝町と合併した旧、聖和村は、住民の疲弊や、地域の空洞化などの課題が山積し、聖和図書館では、課題解決に向けた取り組み、隠したいとの連携を模索していた。2008年、おまめさんかなあと題したプロジェクトを開始し、1年目は、講師を呼んで座学を行い、2年目から、 大豆の生産、加工体験を行った。この活動は6年で終了し、2014年より、清和小学校のコミュニティスクール事業、お豆参加なあに、移行地域住民が小学校の授業に参加した。清和図書館では、各種資料の収集、授業案作成などに関与した。博物館法の適用を受けない、博物館類似施設であり、 三重県博物館協会にも加入してない。資料館では立売用水の功労者、西村彦左衛門、本草学者の野呂現状、米の品種改良を行い、遺跡を開発した岡山智清といった郷土の人物や入鉱山での水銀精錬の様子の展示がある。また、伊勢歴が発行されるまで入で発行されていた入歴を保有している。常設展示のほか 年に数回企画展を開催している。緑に囲まれた、静かな高台に位置する。以下のカテゴリーでもこの記事を参照できます。多滝町立ふるさと交流館多滝に関するカテゴリー。滝町立ふるさと交流館聖和に関するカテゴリー。滝町立図書館に関するカテゴリー。多岐調町立滝図書館に関するカテゴリー。滝町立聖和図書館に関するカテゴリー。 多機調律性は郷土資料館に関するカテゴリー。ありがとうございます。